選手競技、第2組です。出場する選手を紹介いたします。第1レーン関君飯岡、第2レーンソシ君富津、第3レーン西田君高斎、第4レーン郡司君芝山、第5レーン渡辺君小金南、第6レーン吉田君八千代松陰、第7レーン岩崎君流山南部、第8レーン西尾君香取。以上8名の出場で男子4種競技 400m 競走第2組のスタートです。本山4種競技 400m 競走は第2組。さあ、まもなく 200m、 23、 24、 25、 26、 27。100m 内側から飯岡の先生がさあ後ろを突き放す。さあその隣は内側組織です。終了しました男子共通円盤投げの決勝の結果です。優勝は中村くん千葉若松、33m70、おめでとうございます。2等鈴木くん富里南、30m84。 3等江上くん大田、30m11。 4等本淵くん野田東部、29m63。 5等清水君宮本、29m49。 6等栗川君加古、29m45。 7等石渡君坊主の森、28m06。 8等青山君高根台、27m84。 以上円盤投げ男子共通円盤投げ総合の結果でした。